丁戦は中華民国、中華人民共和国の軍人、政治家。湖南軍の軍事機関の一人で、後に中国国民党の将軍となる。中華人民共和国でも政治家として活動している。字は、長久も。16歳で秀才となり、翌年調査場南書院で学ぶ。1900年、武六書院の聖火星となった。しかし、軍人の道に転じ。 1903年、湖南部美学堂に入学する。翌1904年、日本に留学して、東京新武学校に入学する。この時、高校、総教人、李根元李烈人志らと知り合い、12月に革命同士会に加入した。翌年8月、孫文と対面し、中国同盟会に加入している。1906年、東京新武学校を卒業して、 姫路の砲兵連隊で一年実習を積む。翌1907年、陸軍士官学校第六期砲兵科に入学し、履歴一し、東欧津行が同学となった。卒業後の1909年2月に帰国し、四川省で、主景乱率いる、第33根正教で参謀に任せられ、新軍の編成、訓練事務に携わった。翌年冬、四川陸、 1911年10月、侵害革命が勃発した際には、定戦は偶然にも父のもで故郷に戻っていた。そしてほどは直ちに観光に向かい、高校の指揮下で、関陽の戦いに参加した。後に、湖南省に戻り、湖南都と特府参謀部長に任ぜられている。中華民国成立後の1912年、湖南省と特府軍事支長。 1913年3月、湖南将軍次長長に任命された。しかし、同年7月の二次革命に参加して敗北し、日本に亡命した。この時、ほどは、早稲田大学で政治経済学を学び、離婚園、離列人志らと王子研究会を組織して、その幹事となっている。1915年12月、五国戦争が勃発すると、停戦は帰国して、 昆明に向かい、五国軍湖南省武士に任せられた。翌年4月には、湖南へ進軍して、五国軍将軍総司令に任せられた。そして遠征外に味方していた湖南特軍有名を撃破し、7月には調査に入場している。しかし、遠征後の北京政府は、公認の湖南特軍に、丹能部を任命したため、ほどは憤慨して、上海に去ってしまった。 1917年8月、孫文が護法運動を開始すると、定戦は、孫の命を受けて、水南南み小編に赴く。9月18日、紅葉、英州を拠点に、湖南護法軍総司令として放棄した。まもなく、北京政府が炎将軍を派遣してきたが、劣勢にもかかわらずほどは前線し、11月には一時調査を攻略している。 しかしやはり兵力差は覆せず、次第に小辺教の州に追い込まれ、1919年6月、上海へ逃れた。1920年12月、孫文が甲州で、軍政府を再組織すると、帝仙は陸軍次長に任命され、ブッツトムを代理した。翌年10月には、京林で大本営陸軍部次長となる。1922年6月、 陳経明がクーデターを起こすと、停戦は1000人余りの軍勢を率いて、これに反撃し、孫から内逆軍総司令に任じられた。その翌年2月には大本営軍政部長に任せられ、上がりへ打ち逆総指揮も兼ねて陳討伐に従事した。この年に、甲州で大本営陸軍工部学校が創設され、ほどが校長に任命された。ほど、 選別影村文子後の1925年6月、停戦は、反乱を起こした、流新官、要望み便を鎮圧する。7月、大本営が改組されて、国民政府が成立すると、ほどは16人の国民政府委員の一人に、選任された。9月には、陳刑明の討伐に赴き、11月、これを完全に相当している。翌1926年1月、 中国国民党第2回全国代表大会で中央執行委員に当選し、間もなく国民革命軍第6軍軍長に任せられた。北伐が開始された9月初めに、定戦は中地総指揮に任せられる。ほどは、厚生省で孫殿方軍を撃破し、同月19日に南省を占領した。孫軍の大反撃に会い、一旦は交代を余儀なくされたが、 11月、同僚の軍と協力して、反撃に転じ、再び、南章を攻略して、後世を平定している。1927年1月、ほどは、こういう軍装指揮に任命され、南京へ進撃を開始し、3月24日までに南京を攻略して入場した。ところが、この時にほどの軍は、外国の領事館、教会、商店、住宅等を破壊。 略奪してしまい、超高中流中のイギリスアメリカの軍艦も砲撃で、反撃するという事態を引き起こしてしまう。この事件は、小解析の激動会、ほどは事実上、第六軍軍長から一時解任、失脚に追い込まれた。同年4月の上海クーデターでは、停戦は、小解析の反共路線を支持し、第一集団軍、第二軍総指揮に任せられた。同年十月、 ほどは、清清軍大師祖辞葬式に任命され、理想人の新高制派と協力して、反昇空デタを起こした湖南軍の党政地を討伐している。11月、武漢を攻略したほどは、小学臨時政務委員会主席に任命され、翌1928年2月、党を撃破して、調査を占領した。ところが、同年5月、中央政治会議武漢文会主席となっていた。 理想人により、定選は、コナンの小生を朗断した党の罪に問われて、各職から罷免された上に拘禁されてしまった。ほどが、理の指導に従わず、税収の上納も拒否したことが原因とされる。半年後にほどは釈放されたが、復権はできず、上海に偶居することになった。1931年12月国民政府委員、国民党中央執行委員として復帰し、 翌年1月、二級陸軍上昇の位を授与、されている。日中戦争勃発後の1937年10月25日、停戦は第一戦区司令長官に任命され、翌年2月には河南省政府主席も兼ねた。5月には、乱風海戦を指揮し、土井原賢治率いる第14師団を包囲、攻撃している。11月、 軍事委員会委員長天水行営主任に転じ、翌年5月、陸軍一級上昇に昇進した。1940年5月、副参謀総長に任ぜられ、また、戦地統制委員会副主任委員も務めている。日中戦争終結後の1945年12月、停戦は、軍事委員会委員長武漢行営主任に任命された。1948年春、 中華民国副総統選挙に参加したが、理想人に敗れた。その後、調査水税交渉主任兼法南省政府主席となる。ほどは、この頃から、中国共産党から秘密裏に放棄を働きかけられていく。翌1949年8月4日、ほどは、公認の湖南省政府主席、陳矢明人と共に企業を宣言し、中国共産党側に転じた。 中華人民共和国では、中央人民政府委員会委員、中南軍政委員会副主席、湖南省省庁、中国人民、政治協商会議全国委員会常務委員、国防委員会副主席、全国人民代表大会常務委員会、副委員長、中国国民党革命委員会中央、副主席などを歴任した。1968年4月5日、 北京市で死去、去年87、ありがとうございます。